ドレスみたいな形で可愛いね。そう、可愛いキノコ。大好物。あ、大好物。キノコ大好き。やっぱり。いや、でもキノコ毎日食べますね。やっぱり。では、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日も、あさきまきが来てます。はい、イエーイ。今日は、こういう絵の作り方、はい、アドバイスしながら教えてください。はい。こういう状態から、こういう絵になる、はい、先に何を考えればいいですか？大体の構図を思い浮かべて、まあ、今回は女の子と猫と後ろに花。花の選び方？なんかこういういい形になるような、はい、考えなきゃいけないですか？そうですね。ちょっとこの2人だけだと寂しいので、周りにちょっと葉っぱとかちっちゃい花を広げてあげようかなと思います。ところでこういうどういう花ですか？これは私の想像上の花です。あ、作った花。あ、はい、現実にある花ではない。これも、それも、あと この辺も、はい、どういう花を参考になったんですか？覚えてないですね。いろんな花、チューリップとか。あ、何が一番近いかな。でも花びらの感じはチューリップが近いかもしれない。じゃあゼロからゼロから、はい、ゼロから最初はどういう、はい、どういう絵を描いてるんですか？最初はとりあえず女の子をざっくりといつもキャラクター先に描いてるんですか？あ、先に、はい、キャラクター描きます。で最初は本当に丸で、みんな人間の作り方が見るのが面白い。骸骨先に描くとか、はい、丸先に描くとか。あ、ところでこれは 何等身？5等身か4等身ぐらい。一番多く使っている等身ありますか？はい、一番多く、あ、でもこれぐらいが多いですね。小さい女の子を描くことが多いので。やっぱりチューリップと同じ大きさだったら子供っぽく、そう、子供っぽい可愛らしい感じが好きなので。 あと 目の高さ結構低いですね。低いですね。それは何のためですか？はやっぱり幼く見せるために、子供っぽくするために低めに描いてます。いつも色鉛筆でラフ描いてるんですか？その時によって違いますね。今回は後で描くペン入れの線を茶色で描きたいので、あんまり黒い色が残ると嫌なので今回は薄い色で、あのシャーペンで描く時もあります。最後にこの色を消すんですか？はい、消しゴムでちょっと軽く消します。完全には消えないんですけど。なるほど。でもその上に線を描くので。そうそうそう。キャラクターのポーズに何かアドバイスあるんですか？はい、特にもう好きなポーズ。こういうタダー的な的なポーズが合ってないとか、はい、あ、まあ雰囲気に合わせて今回ちょっと塩らしくしたいので可愛らしい感じで。日本のイラストに女の子が足が両方、うん、内股？やっぱ可愛らしい感じに見せる効果があると思います。髪飾り、これもなんか言い方あった気がするんだな。チュチュカチュカチュ、あ、カチューシャ、それ。服はよくワンピースとか。あ、ワンピースよく描きますね。ドレスとか、はい、それもリファレンス写真とか。あ、写真よく見てます。自分でいつも着てる服とかする癖ありますか？いや、ないです。自分可愛らしい服はあんまり着ないので。あ、そうなんだ、はい、あ、だから絵描き。そう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 。このピエロの襟と靴下よく合わせてるなと思って。あ、ありがとうございます。それはわざとですか？わ、うん、わざとです。じゃあ次は猫キャラクター。猫で、はい、タツの足に立てるんですね。そう、なんかそういう写真をどこかで見かけたので可愛いなと思って。描いてくれた猫の目を見て、はい、アレスのなんだっけ、チェシャキャットを思い出す。そんな感じの目つきしてますか？ミステリーがある猫。ああ。いいね。なんかキャラクターだけで構成がいいですね。いいですか？猫が女の子と同じ高さだったら、はい、ちょっと怖いよね。怖いですね。まあこういう大きさだったら十分怖いはずだけど。あ、そうですね。だいぶ大きい。じゃあお花を描きます。
鼻だとパーツはどういう、はい、簡単に分けるような、ざっくりとこう鼻の大きさとか場所を決めて、あで、まあそれを支える茎の部分、はい、鼻の花びら、それはどうやって描いたら一番リアルに、中心からこう咲いてるので真ん中を意識してそこから花びらが出るように、 あとはなんかうまく重なっているやつね、手前のやつが前に出るように、後ろの花びらが前に出てこないように、あとシワっていうかもわからないけど、だいたい色で表現してるんですか？色と私は線でも描きますね。はい、おしべめしべ めしべ、めしべ、なんかそれを描いたら特になんか花っぽくなったり、あ、なりましたやった、シュール的な場所がなんか後ろにすごいリアルっぽい、手前がミステリアス立っている、立っているなんかそういう組み合わせがよくあ、でもやりますね。あ、現実にはあんまりないようなことを絵で描いちゃう、はい、よくインスタとか投稿してます。あ、インスタで、はい、投稿してます。全体的にどういう形を想像して作ってるんですか？丸とか三角とか。この2人だけだとちょっと低い、高さが低いんで、お花で高さを出してあげて、で下でちょっと葉っぱで広げてるので、まあ三角かな。あ、さらにいろんな花の種類増えてますね、はい、ちょっとこれ1個だけだと寂しいので。位置を考えてますか？あ、寂しいなって思ったところに描くようにしてますその方がパッと見た時華やかになるかなと。やっぱり私花の知識は全くない、うん、じゃあこれから。あー、でも外行きたくないな。フランスの教会に住んでいる。あ、ノートルダムの鐘、英語でハンチバックっていう、ランチパックみたいなランチパック私はそういう人あまり外に出ない。なんかキノコかわいいね。なんかマリオ的なキノコよりワンピースっぽいドレスみたいな形でかわいいね。そう、かわいいキノコ大好物。あ、大好物、キノコ大好き。やっぱりいや、でもキノコ毎日食べますね。やっぱりわかる、かけ方でわかる。花の種類を考えて、いつも3つくらい。まあそれぐらい入れますね。もっと入れる時もあります。そうするとどうなんですか？すごい豪華な。そう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 、華やかな感じに。あ、特に木より花にする理由はありますか？はい、お花を大きく描きたかったので、あと木よりお花の方が現実感がないかなっていう。確かに。はい、そんな感じで。下書き OK です。すごいね洋服の使い方が何かアドバイスありますか？例えばこの絵だったらちょうど真ん中に来てるので、これがどっちかに寄らないようにとか、あと上下の高さ揃えたり。一応印刷するから、はい、横に、うん、印刷するんですか？この絵はイメージは横ですね、はい、じゃあやっぱりこの左と、はい、右にある白いスペースは大事ですね、はい、うん、大事ですね。あとはこれわざとやってますか？この3分の2と3分の1というようになんか分けてるんですか？今回はたまたま女の子と猫のプロポーションも髪の使い方。ああ、でも猫の高さはちょっと意識してるかもしれない。女の子と同じにはならないけど、ちっちゃすぎずみたいな。キャラクターの表情、特にニュートラル、まあ何考えてるんだろうっていう女の子を描くのが好きなので、ちょっと不思議な感じ。やっぱりミステリーが、はい、ミステリー好きですね。好きです。ペン入れやるんだったら、はい、何のペンを使ってるんですか？コピックのペンですね。コピックの描いたらお水に溶けないタイプの耐水性のペンを使ってます。細さがすごい 0.1、めっちゃ細いね。細いね。特に理由はありますか？太すぎると線の主張が強すぎちゃうかなと思ったので、あと細かいところも書き込みたかったので 0.1 にしました。次の動画でペン入れのやり方を教えてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね。あ、よかった。なんか全然違う風になったらどうしようかと思いました。このシリーズはどんどん追加予定。ぜひチャンネル登録して動画をチェックしてくださいね。
またお会いしましょう。